こんにちは、ほみほみドッグトレーナーゆかです。今回は犬の保育園の生徒犬のポメラニアンのゆきちゃんとトイレトレーニングのやり方をやっていきたいと思います。トイレトレーニングのポイントは大きくたった3つなんです。ほめほめ。1つ目のポイントは失敗させない環境づくりになります。具体的には大きさ、まず大きさ大事です。トイレトレーニングがうまくいかない飼い主さんのケースではすごくちっちゃいトイレトレーを使っているんですね。でもそうすると犬の大きさに対してトイレが小さすぎてはみ出してしまいます。小型犬でも新聞紙を広げた大きさが必要です。でこれは大型犬でも大丈夫なようにしているので、ワイドサイズ ×2 倍の大きさですが、小型犬でもワイドサイズが必要、そのくらいはみ出さないために必要ですよっていうのが一つ。それから環境としてこうやって囲いがあるトイレサークル、少なくてもトイレトレーニング完了するまでは囲いがある環境がいいです。開けて入れちゃって、でワンちゃんが入ったら閉めればもうはみ出しちゃって惜しいっていう失敗がなくなりますね。ということで一つ目のポイントは失敗させない環境づくりになります。ほめほめ。2つ目のポイントは排泄のタイミングになります。これは人間と大体同じと思うんですけども、これも3つです。1つが寝起き、2つ目が飲食後、3つ目が運動したり遊んだりして興奮した後になります。これらのタイミングを見計らって連れていくと排泄すぐして成功、ご褒美っていう成功がしやすいっていう風になります。ほめほめ。そして最後3つ目がご褒美のタイミングになります。ワンちゃんは自分の行動の直後にいいことがあると、それをするといいことがあるというふうに学習しますので、トイレでしたらすぐにご褒美をあげられるように準備をしておいて、直後にトイレシートにいる上であげるくらいのつもりでご褒美をあげるようにします。では具体的にゆきちゃんでやっていきます。ちなみにトイレトレーニングは必ずクレートとセットで、クレートトレーニングとセットで行う必要があります。フリーにしていて見てないとワンちゃん見てないうちに失敗しちゃいますので、もう必ずワンちゃんクレートにハウスさせ、失敗しないように管理っていうのが必ず必要です。トレーニング中は赤ちゃんをおむつしないでハイハイさせているようなものだと思ってあげましょう。ではクレート待機中のワンちゃんをトイレのタイミング見計らって連れていきますね。なるべくワンちゃんに自分で歩いて行かせた方がトイレに行くということを覚えますので、ご褒美についてこさせる、誘導と言いますが、ご褒美の手についてこさせて入れます。でもしこの時入らなかったら中にご褒美投げてあげると入りますので、で入れたら閉めます。トイレトレーニングの合図、トイレの合図の言葉を決めて言葉がけをします。ワンツワンツ、これおしっこおしっことかトイレトイレとか好きな言葉でいいですからね。ワンツワンツワンツ、おりこおりこだね、いい子たらすぐにも直後です。おりこおりこ、トイレをしたら直後にご褒美っていう風にすることが、タイミングが重要になります。トイレ終わって出てきてからご褒美を取りに行って戻ってきてあげるとかだと、ワンちゃんもうトイレしたこと忘れてる可能性がありますので、何のご褒美かわからない曖昧になってしまうとトイレトレーニングうまくいかないので、必ずご褒美は持っておくか、近くにトイレ用のご褒美置いておく、タイミング逃すことがないので 100% いいタイミングであげられるっていう風にできます。ほめほめ。ということで今回はトイレトレーニングのやり方についてゆきちゃんとやってみました。ポイントをまとめると、1つ目は失敗させない環境づくり、そして2つ目が排泄のタイミング、3つ目がご褒美のタイミングということでした。トイレトレーニングうまくいってない飼い主さんはぜひ参考にして同じようにやってくださいね。それからクレートトレーニングの動画も別で上げていますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらも参考にしてみてくださいね。それでは今回も役に立ったと思う方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ほめほめホームからお知らせがあります。
11月から始まるオンラインしつけ方教室第1期生を募集します。パチ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 。Zoom でレッスンは行いますが、画面上でも私がどこが悪いのか見て改善点を上手にアドバイスすることができますので、必ず効果が出ます。でもオンラインで大丈夫なのっていう不安な方も多いと思うので、体験会を開催します。10月23日日曜日に開催します。概要欄に詳細とお申し込みの URL を貼っておきますので、よろしくお願いします。また内容が気になる方、コメント欄でも質問受け付けていますので、何かありましたらお寄せください。以上、ほめほめホームからのお知らせでした。よろしくお願いします。 YouTube をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではワンちゃんを叱らずに楽しく仲良く暮らす方法や考え方もお伝えしています。興味のある方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。